У Минэй Кононаку Корони. Эпизод номер 45. Для Ютуба всех приветствую. Мы продолжаем проходить визуальную новеллу, когда плачут чайки. Я, конечно, по-моему, я не ошибся. 43-й, 44-й, это 45-й, да. И в этом выпуске я, пожалуй, не буду зачитывать текст. Да. Моя челюсть говорит мне прекрати. Я, пожалуй, ее послушаюсь. Все-таки тяжеловато из-за... Да, из-за причин, о которых я говорил. もう疑いようもない。は？と言いますと。あなたたちが死んだという二人はここにいない。そしてベアトリーチェからの手紙があり、親切にも死体は持ち去ったと告白してくれている。そういうことよ。もう茶番は飽き飽きしたわ。We gonna lol. ですか。私はジェシカちゃんの部屋で言ったわ。信用できるのは自分自身と死体となって見つかった者以外いないってね。そして死体が見つからない以上、あの二人が殺されたことを認めるわけにはいかない。待ってください、ローザおばさん。それはどういう意味ですか。南條先生と熊沢さんは死んでないわ。生きている。殺されたということにして、この屋敷のどこかに隠れてるの。私たちを襲うためにね。なんでそんなことがわかるんですか。郷田さんたちが嘘をついているというんですか。ローザ様、この郷田、いえ後ろ宮家使用人一同、誓ってそのようなことはいたしません。あなたたちは、南條先生たちは殺されたという。でも死体がない以上、それを信じるわけにはいかない。あなたたちが口裏を合わせてそういう嘘をついている可能性があるのに。あなたたちの無実を信じる方法はちゃんとあるわよ。南條先生と熊沢さんの遺体が見つかることよ。それが見つかったら、私はあなたたちの話を聞いてみようという話にもなるわ。でも見つからない限り、あなたたちは狼であることを否定できない。あんたも、あんたも黄金に目がくらんであの魔女に買収されたんでしょう。そんなに金が欲しい。そうなんでしょう。一生遊んで暮らしたいの。そんな人生に何の価値があるのよ。ローザ様、私たちはそんな。黙りなさい。そしてシャノン、それ以上近づかないで。10年も恩を受けながらそれを仇で返すなんて、容赦なく引き金を引くわよ。そんなのってひどすぎます。ローザおばさん。Да, она более даже жестко ведет себя, более жестче, чем Нацухи, я помню. Та тоже слуг прогнал, но, блин, там она даже говорила, что если я не права, я типа извинюсь и все дела. Сорева Богенда! Конохиаде Сасжинга Укота! Сосе Ханнинга Штайо Мочисата! Каноджо Тачва! Сорева Шоджикини Шинкоку Штейру Тагера!
シャノンさん、下がって。ローザ様、確かにこのゴーダはお勤めして日も浅く、信用を勝ち得ていないのは分かります。しかし、せめてシャノンさんだけでも信じていただくわけには参りませんか。彼女は10年間も後ろ宮家に奉仕を捧げて参りました。このゴーダを信じろとは申しません。せめてシャノンさんだけでも信じてやっていただくわけには参りませんか。Звук. Я слышу звуки. しなさい。ローザ様の言うことはもっともだ。死体を見つけない限り、南條先生と熊沢の無実は証明できない。Да, да, так и есть. Ну, презумпция невиновности поэтому существует. ローザ様、私たちは後ろ宮家にお仕えする家具です。私ども信用されるもされないもまた、たとえどのようなご評価をいただこうとも、最後の時までお勤めを続けるのみでございます。あなたは本当に使用人の鏡ね。お父様が心を許すのもよくわかるわ。そんなあなたまで疑わなくてはならないなんて、本当に心苦しいわ。私は信頼の証としてこれを預かっていると信じています。それを失ったなら、これをお返しするのは当然かと思います。それはいい判断ね。今日何度もあなたたちが疑われてきた最大の根拠は、このマスターキー。だけです。それを手放せば疑いが晴らせるのではないかというのは、初歩的、まあ悪いことじゃないと思うわ。что ж, нет, стоп, подожди, я что-то другое сказал. 二人とも。それはいい判断ね。今日何度もあなたたちが疑われてきた最大の根拠は、このマスターキー。それを手放せば疑いが晴らせるのではないかというのは、初歩的ではあるけれど、まあ悪いことじゃないと思うわ。あ、不思議なことは、типа、это не будет плохого。Это не будет плохим решением。Ну, то есть это неплохо。
Да, это грустно, на самом деле, я понимаю. Марио, соно тесаге о кашинасай. これで満足かい、ローザおばさん。これでマスターキーはローザおばさんが持つものだけだ。これで満足なんだろう。ええ、満足。Хороший комментарий, мне понравилось. たとえ全員が信用できなくても、私は私自身だけを信用することができる。その私が銃とマスターキーを独占できた。Серьезно. これで私はもう誰も疑わずに済むの。あなたたちも嬉しいでしょ。これでもう疑われずに済む。Лол, Беатрище. Ну и Мария, конечно, подключилась, конечно.鍵なんか関係ないよ。ベアトリーチェは魔法で扉を開けられる。鍵なんていらない。そんなもの誰が持っていたって持っていなくたって関係ないんだよ。その笑い方をやめなさいっていつも言ってるでしょ。なーに、バトラ君。ちょっと、почему? Что за... もう…よしてくれよ、ローザおばさん。フィガシ、ちょっとバトラ…マリアが…正しかったんだ。ちぼー。な…何を言っているの。マリア、疑って悪かった。что? Батлер проиграл? 信じなくて悪かった。What the fuck? バトラ、全部魔女の仕業だったんだ。魔女の仕業だったんだよ。トリックとかミスとかどうでもよかったんだ。ただただベアトリーチェっていう魔女が実在して本当に魔女だっただけなんだ。それも俺は信じなかったから、こんなにも苦しくて悲しくて。バトラはベアトリーチェを信じてくれる？ああ、信じる。ベアトリーチェはいるんだ。そして不思議な魔法を使う魔女なんだ。バトラ、それでいいんだよ。バトラ、ベアトリーチェはいたの。バトラがなかなかそれを信じられなかったから見えなかったの。魔女はいるの。いる。もうすぐ来る。バトラはベアトを信じてくれたから、きっと黄金鏡へ招かれるよ。もうすぐ、もうすぐだから、もう何も怖くない。怖くないよ。マリアと一緒にお手手をつないで、ずっと一緒にいよ。一緒に碑文の謎を考えよ。ベアトの問題を考えよ。ベアトは最初から言ってるよ。
Да, сказала. Она мондайо тойте особо то шка итте най ё. А. Соу датта нда. О, довольно красиво, кстати. Мне нравится. Ханни-сагаши-нанте. Маттакуно джикан-но мута даттан-да. Оре тачи ва тада мажо во синчиреба йокаттан-да. Ха. Мастер-кива окайши-шимашта-га. 私どもの後ろ宮家への忠誠は変わりません。Кстати, здесь немного даже жутко, на самом деле. Кякмайва Иго. Оирши га най кагири тачииримазе. Доука Роза сама му. Кякма у учигава йори сежо насатте кудасай. Хонто ни шушо на хито не. Тайфу га сугисатте. Коно шима ни втатаби уми неко но наки гоэ га модотте кита нара. Ваташ тачи ва втатаби тагай о синрай ши аэру но кашира. Моши. 再びの信頼を賜るのでしたら、これに勝る喜びはありません。そうね。私たちは必ず分かり合えるわ。海猫の鳴く頃に。この部屋は警察が来るまでこのままにした方が良いでしょう。そうね。私たちは必ず分かり合えるわ。海猫の鳴く頃に。だだだ。だ。そうね、いや、一緒です、一緒。私たちは必ず分かり合えるわ。海猫の鳴く頃に。ローザ様、施錠をお願いいたします。私たちは厨房へ戻ります。何かございましたら、いつでもご用命ください。ありがとう。あなたが狼だったなら。なんてシャーシャーとのたまうのか。そしてあなたが羊だったなら、あなたを狼の檻に放り出してごめんなさい。家具は家に運命を委ねます。命を落とすことになろうとも、それはとても光栄なことです。できることならば、あなたたちが台風が過ぎ去るまで元気でいることを願っています。これはすべて台風が奏でる暴風と降雨の競争曲。ничего себе у них высокая речь。演奏が終われば幕が下り、私たちは再び手を取り合えるに違いない。海猫の鳴く頃に。だだだ。私も厨房に控えております。何かございましたらいつでもご用命ください。温かい食事をお望みでしたら、いつでもこの豪だ最高のお料理を用意させていただきます。ありがとう。あなたには明日の朝食を頼みたいわ。明日の昼前には船も来るでしょう。今までありがとう。六軒島で唯一の楽しみがあなたの食事だったわ。かしこまりました。この豪華最高の朝食を用意いたします。どうか明日の朝を楽しみにしてください。
ありがとう。シャノンちゃんも。примерно 45 часов. 明日の朝に美味しいコーヒーを飲みながら仲直りをしましょう。ジョージ君。僕も彼らと一緒に行く。ちぼ。いいんです、ジョージ様。どうか客間にお戻りになってください。もう。マスターキーは他にありません。だからローザ様とご一緒に客間にいれば誰にも脅かされません。そうね、そういうことになってる。客間に私と一緒にいるのが客観的に考えて一番安全だと思うわ。でも無理に一緒にいろとは言わない。ジョージ君はジョージ君の安全だと思う場所にいればいい。ジョージ君ももう大人だものね。明日の朝までどこで誰と過ごそうと自由だもの。そうさ、僕は僕の判断で誰と夜を過ごすか決める。あ、兄貴。バトラ君はローザおばさんと客間にいるんだ。きっとそれが一番安全なんだ。客間の外はそれに比べたら安全ではないと思う。ならそんな場所にいる彼女を僕は一人にしておけない。俺は決してシャノンちゃんや他の使用人を、いや誰かを疑ってるわけじゃないんだ。誰も疑いたくないんだ。遺産？黄金？そんなのくだらねえじゃねえかよ。そんなので殺し合いなんてあるわけねえじゃねえかよ。うん、バトラ君の心が美しいことは僕が一番知っている。誰も君を責めない。誰も。兄貴。大丈夫、バトラはマリアが守る。ああ、かにやしな。マリアと一緒ならベアトリーチェでも手出しできない。だってマリアはちっちゃくても魔女だもの。うん、マリアちゃん、バトラー君をよろしく。さあ、シャノン。В этот раз без амулетов。行こう。はい、ローザ様。それでは失礼させていただきます。ご用命がございましたらいつでもお呼びつけください。さっきはひどいことを言ってごめんなさいね。明日の朝まで許さなくてもいい。でも明日の朝になったら。Okay, ладно. もう一度謝らせて。Тоже примерно так же. Okay. はい。ありがとうございます。何も信用できないわよ。Oh shit! カグどもが。あ、вот это неожиданно было。Капец, моя лицемерка。Ну и, конечно, здесь выраженница у неё。Это просто дико крипово。Да, меня тоже немного в шок это ввело. Нанде, сонна кото юн да ё. Мастер ки ва 5 де зенбу.
の誰が信じるの。Господи, какая жуть. Просто демон. どうせ複製の鍵があるに決まってるのよ。彼らが懐から鍵を出したくらいで信用なんかできるものか。そりゃねえぜ。Давай, Крайзимауэр. その鍵を置いたってのはよ。単に鍵を手放したってだけじゃねえ。あんた、彼らの今日までの苦労を全て台無しにして怪我して踏みつけて、その挙句としてその鍵を手放させたんだぜ。その捨て台詞はなんだよ。ここまでしてみせて、なおまだ信用できないってのかよ。マリだぜ、あんまりだぜ。そんなのって悪魔の証明なのに、マスターキーは全部で5つ。そんなこと証明不能なのよ。あ、я помню, Беатриче говорила про это красное. Не помню. マスターキーが5つあることはここに置けば示せる。でも5つ以上存在しないことは証明できない。そんなことは悪魔か魔女にしか証明できないのよ。だ、見てる。もうやめてくれ、もうやめて。頼むよ、ベアトリーチェ。まさか現れてくれ。そしてローザおばさんに赤でマスターキーは5本しかないって言ってやってくれ。頼むよ、ご招待よ。悪魔にしか証明できないんだよ。魔女のお前なら証明できるんだよ。ああ、ラジボーガン。ダブルからベアト、ここに現れてローザおばさんに、マスターキーはそれで全部だから、もうみんなを疑わなくていいんだって教えてやってくれ。マスターキーは5本しかない。だ、5。マスターキーは5本しかない。トラリロイド、ブレン。これはどうしたことか。わらわがいくら口にしてもローザに届かぬ。どうやらわらわの存在を否定しているやつがまだいるから聞こえないみたいだな。後ろ宮バトラー、認める、認めるよ。お前はいる、いる、確かにいる。クリニエッジ、だから誤称だよ。もうこんなのはやめてくれ。もうやめて、もうやめて。言葉だけでは届かぬぞ。態度で示せ。わらわの家具になると心から誓え。できるか？服を脱げ。裸になるんだよ。そして両手をついて地に這え。着衣は霊長にのみ認められた証だ。貴様は今から家具になるんだよ。だからその資格を失う、当然のこと。そしてひざまずけよ。わらわの靴に舌をはわせろ。ナイスサディスカ、ブレン。できるか？できるんだよな。
Странно, они здесь фрейм разделили. Видимо, это из-за страницы. Да-да, то скорее всего. マスターキーは5本しかないってローザに言ってやるよ。ああ、でも分かってる。誇り高きお前がプライドを捨てられるわけがない。それでもいいんだよ、十分なんだよ。ちょっとグラーってきただろ。靴を舐めてもいいかって一瞬思っただろ。すぐにそれを否定して自分を恥じただろう。その表情が見れるだけで最高に素敵な気分なんだよ。ざまあねえ顔だよ。鏡で見てみろよ。裸になって靴を舐めてる最低なお前が映ってるぜ。見えるかよ、後ろ宮バトル。Фига времени прошло. じられない。それが真相だというのかい。はい、私たちは見たままのことをお話ししています。ジョージ様がにわかには信じられない気持ちも私はよくわかります。何しろこの目で確かに見たはずの私ですら、あれが何だったのかわからなくなる。私は確かに見た。そして取っ組み合いまでしたはずなんです。なのにあれが全部幻だったような気すらする。なるほどね。あのローザおばさんに詳しく話せないわけだ。今の話を本当にしてたらもっと面倒なトラブルになっていただろうね。なるほど、源氏さんが随分冷静な対応をしていたのが分かりました。私にそれを説明するだけの力があればよ。話を少し巻き戻すよ。シャノンはカノン君が偽物かもしれないと思った時、クモの巣を取ってきたと言ったね。どうしてそんなことを。そうだ、それは私も思っていました。どうしてクモの巣だったんです。前に熊沢さんに聞いたことがあるんです。大昔の六軒島には悪霊が住んでいて、そのクモの巣を恐れたって。それでクモの巣を魔除けと尊んで大切にしたという昔話があるんだそうです。それでそのとっさに私も少し混乱していたんだと思います。そんな話が。熊沢はそういう昔話に詳しかったな。雲は液中ですからね。確かにそういう信仰があってもおかしくないかもしれない。きっとその悪霊の力をあの鳥居の祠が封じ込めてたんだと思います。そして霊鏡が割られて。それは私が。ты не расскажешь об этом, Шана? ベアトリーチェ様を蘇らせる力となってしまったに違いないのです。私が心の弱かった私。Окей, рассказала. 反対されたことをしなければ。
シャノン、その話はもうしなくても大丈夫だよ。僕は君を責めたりなんかしない。А, уже намекала, окей. ベアトリーチェ様という霊のような存在がいるという話は、この島に勤めるようになってからたくさんの同僚に聞かされました。最初はバカバカしいと思っていましたが、それを批判するとなんだか不謹慎そうな空気があったもので、私も表向きは信じているように振る舞っていました。しかし、まさか本当にいたんです。ベアトリーチェ様はずっとこのお屋敷におられたんです。でもベアトリーチェ様は力を失っておられて、私たちの前に姿を現すことができなかったんです。ずっといた。ベアトリーチェがいる。私たちが見えなかっただけなんです。源氏さんの意見を聞きたいです。私には何も意見はありません。一つだけ申し上げたいのは、私たちはあの時ここに5人いた。そしてカノンが勝手口から帰ってきたと思った。そして使用人室に運び、何かが起こって南條先生と熊沢が帰らぬ人となってしまった。それだけです。私たちは見たものをすでに全て説明しました。それを見ていないジョージ様に信じろというのはとても無理な話だと理解しています。信じられるわけがない。あれは間違いなくカノンさんだと思った。でもあいつがベッドから起き上がって、そう、こんな風にしながら胸の傷を探り始めた時、こいつはカノンさんじゃない、誰か別の存在なんだと直感しました。ジョージ様にはわからないでしょう。よく知っていると思っていた人物が実は別人であることをさらけ出した瞬間の説明できない、とても説明できるわけがない。わかるよ。ゴーダさんがそれほどまでにショックを受ける、どんな恐ろしいことがあったのか僕は察するよ。ありがとうございます、ジョージ様。君に囁いたという魔女は、その鏡があると力を失うんだね。少し説明してくれた気がしますが、よく覚えていません。あの鏡があると力が出せないというようなことを言っていたと思います。君が割ったというその鏡はどうしたの？覚えていません。多分割ったまま立ち去りましたから、そのままそこに残ってたでしょう。ということは、岩礁が雷で撃たれて消えたとかいう時に海の底か。まあ拾って接着剤で貼り付けたところで、ご利益は戻らないだろうけどね。私は本当に、なんてことを。ごめん、失言したよ。そういえば、その鳥居にあったものとは違うでしょうが、ホーク様がお守りとして霊鏡をお持ちになっていると
聞いたことがあります。へえ、夏日、夏日おばさんが。はい、おじい様の形見分けか何かでもらったものだそうで、とても強い魔除けの力を持つ由緒正しい霊鏡だとかなんとか。同じ話は私も聞いたことがある。鏡は良くないものを反射して弾き返す力があるのだとか。Seriously? その霊鏡があれば魔女のベアトリーチェに対抗できるかな。祀っていた鳥居と祠はもうないかもしれないけれど、霊鏡がもう一枚あるのは重要なことだよ。夏日おばさんの実家は神職にも通じていると聞いたことがある。それは本当に単なる鏡ではないかもしれない。確か奥様は宝物箱に入れて大事にしまっている、そんなに大きいものではないのかもしれません。大きさの問題ではなかったと思います。私が割った鏡も一見大したことのない小さな鏡に見えました。相手がオカルトならこちらもオカルトの手段で対抗するしかない。ただこうして座っていても何も解決しない。単なる気休めだとしてもやってみる価値はあるよ。行こう。魔女をやっつけようなんて大それたことは言わないよ。でも魔女から身を守る魔除けがあってもいいと思う。Почему всем насрать на Кинза, мне даже интересно。前にマリアちゃんに聞いたんだけど、おじい様の部屋の扉は強力な魔除けが施されているんでしょ。さすがおじい様だね。オカルトに対する防御も十分だったわけだ。行こう、夏日おばさんの部屋へ。しかし奥様の部屋には鍵がかかっていると思います。マスターキーはローザ様にお返ししてしまいましたし。キーボックスのある使用人室も施錠されてしまいましたし。ならばその鍵は夏日おばさんが持ち歩いているはず。礼拝堂にはまだ夏日おばさんの遺体があるはずだ。警察が来る前に勝手にいじってしまうのは悪いことだけれど、それについてはちゃんと説明しよう。しかし礼拝堂の入り口も鍵がかけられております。ゴーダさんの腕力じゃガラス一枚割れないのかい。その辺の石で叩き割ればいい。大切な礼拝堂の窓を破ってしまってもそのよろしいのでしょうか。おじい様に怒られるときは僕が責任を持つよ。僕はもともと今日後ろ宮家の全員と戦うつもりでいた。Hello. 君との婚約を許してもらうためにね。だから元よりその覚悟はある。ガラスを割ろう。そして夏日おばさんの遺体から鍵を借りよう。オカルトに詳しいおじい様だもの、夏日おばさんの霊鏡の力だってきっと理解してくれる。大丈夫、怒られたりなんかしない。奥様の鏡で本当にベアトリーチェ様をもう一度封じることができるでしょうか。わからない。でも試す価値はあると思う。なら行こう。表はどんどん暗くなっちゃうよ。急ごう。シャノンは懐中電灯を、ゴーダさんはガラスを割れそうな道具を、ゲンジさんはすみません、傘の用意をお願いします。ナイス、ポッドガトーフか。Да-да-да, согласен.
Толстая сковородка. Кенджи-сан? 私はご一緒できません。ご用命の時に全員がいないようなことがあっては、後ろ三宅使用人頭として恥ずかしいことです。そんな源氏さん、今のこの屋敷で一人でいることがどれだけ危険か、あなたもわかるでしょ。私はいけない。親方様からいつお呼び出しがあってもいいよ。私はここにいなくてはならぬ。源氏様、行ってジョージ様にお仕えするよう。くれぐれも粗相のないように。ゴーダ、手本となるようよろしく。は、はい。На самом деле это немножко подозрительно даже. Умакасе кудасай. Каназу я о якуме о хатасимас. Хонтоу ни ин десу не, Кенджи-сан. Хай. Ватакуси ва моу коно тоши десу. Коннич маде но жинсэй ва субете оякато сама ни укета гоун о окайши суру таме но хиби дешита. Коно йоуна оиборе га доу нароу то субете ва руру. Ватакуси ва доно йоуна кекка га деру но ка о коко ни суатте митодоketai то о. Иго, мина. Има ва, скоши казе мо отонашии митай да. И? Что? Супер что-то подозрительное. Что? Лол. Серьезный парень.
なあ、マリア。ああ。ベアトリーチは確か、これを解いたらどうするって言ってたんだっけ。儀式はおしまいになる。だからもうそれ以上誰も死ななくなる。本当にか？そういうルールを奴が提示してるだけだろ。この謎を解けば多分爺様の隠し黄金のありかがわかるんだろ。奴はきっとそれを狙って。おお、狙わないよ。なんでそう断言できるんだよ。黄金は最初からのものだもん。そうだ。自分のものを狙ったりなんかしない。じゃあどうしてベアトは俺たちにこんな大ヒントを授けてくれたんだ。というかどうしてこんなゲーム地味たことを仕掛けてきたんだ。この人に知りやすな。魔法にはリスクが必要なの。リスク。Ну да, он проигрывает мелкую. Я думал про верхний мир.よく意味がわかんねえな。例えばマラソン。完走すれば誰でももらえるメダルと一番になった人しかもらえないメダルって同じ価値だと思う？思わねえぜ。つまりなんだよ。わざとこっちにチャンスを与えるようなことをして。違う。違う。それがね、魔法というものなの。どんな大きな魔法にも絶対にリスクや弱点があるの。ないといけないの。魔法って言われるとピンとこねえが、ギャンブルだって考えれば少しは理解できるな。でかく失う覚悟がなきゃでかくは勝てない。そして勝ち目の薄いギャンブルであればあるほど配当はでかくなる。その通りだよ。だからベアトは儀式のリスクをちゃんとみんなに説明したの。だからこの謎を解けばちゃんと儀式は中断される。だってそれを約束違反したらリスクにならない。これを解けば奴は本当に約束を、ま、花は枯れるのにどうして美しいの。浄化は見分けがつかないほど成功でもどうして美しくないの。人間は死を解くから奇跡が起こせる。不死の人間がいたとしてその人物に何の奇跡も起こせる道理はない。私たちも人生も魔女も儀式も、私たちはリスクを負わなければ何も成し遂げられないの。謎が解けたらどうするんだ。ピンポーンって鳴らして挙手して怪盗魔女に伝えて答え合わせをするのか。それは知らない。でも解けばきっと自動的に儀式は終わる。マリアは詳しいな。そいつはみんなベアトリーチェに習ったのか。А, ну я понял. Да, магия по-другому работает.
はあ、так и есть. Еще и прятание трупов. О, я ждал этого. Я ждал, что она сейчас вылезет. А то чё это её оскорбляют за глаза? А что если бы я Тричи хочет, чтобы её кто-нибудь остановил? Да мне кажется, не знаю. Ей просто скучно. 1000 лет, блин, господи. 気分の謎を解けば黄金鏡へ至ることができるだろう。さすれば儀式は終わる。それ以上誰も死にはせぬ。お前みたいな祁答の極みがルールを遵守するってのかよ。Иначе нет смысла. わらわが残忍で死んだ芸道であることを否定はせぬ。だが わらわは魔女だ。魔法を使う。魔法を使うには守らねばならぬルールがある。これは不思議だ。わらわは魔女だからこそそれをないがしろにできぬのだ。それだけは信じるがよい。 これだけめちゃくちゃやってきて、それでもルールだけは信じろってのかよ。わらわはたぶらかしはする。もちろん人も騙す。人間と変わらぬ。だが約束として口にしたことを
保護にしたことは一度もない。 Правда。 人間はどうか、約束を必ず守るのか。約束を守ろうなんてキャッチフレーズがある以上、ちゃんと履行されてるかどうかは疑わしいな。はぁ、Это правда。わらわから見れば、人間の方がよっぽど利己的で下道な存在よ。人間の約束ほど疑わしいものはない。わらわも時に人間と契約するが、くだらない願い一つ叶えるのにどれほど厳重に取り決めをするか想像もつくまい。少しでも隙があると連中はすぐに叶える願いの数を100に増やせとか、小さな豆粒に変身してみろとか言い出す。Ну да, это как самое популярное. Какое желание загадать у Джина, типа, бесконечное желание, типа того. おやじによく言われたぜ。契約書ほど怖えもんはねえって。よく読まずに犯行を押すやつは、骨の髄まで喋られて当然だって言ってたぜ。悪徳で荒稼ぎしてやがったんだな。察しろ、人は生まれながらに詐欺を知りはせぬ。どこかで被った、だから覚えた。押し付け合わずにはいられぬ人の世の罪か。はて、どこの魔女に聞いたやら。Не, немного печально. Йо, даже она как-то звучит печально. Май, соната го моттеиру ходо. Варава му музихи дева най зу. Усо о цуке. Коре даке но озе о. Шикамо мата. Конна цанкоку на фохо де коросте ойте. Нани га музихи дева най да. Яксоку а мамору да то. И и каген на кото ю на.俺はお前を認めない、断じて。それを譲らないことだけがお前への抵抗だと俺は信じてる。なるほど。Недавно сам орал насчет того, чтобы позволить. Уже сдаться хотел. 永遠の災難であるのは、わらわに対しても同じであるというわけか。かもしれぬな。千年は長い。魔女の強さは魔力より我慢強さで決まるのかもしれんな。なるほど。ベルン教の恐ろしさもうなずける。はあ、интересно。Это она к чему сейчас? 何をわけのわかんない話をブツブツ言ってやがる。Это был явно не бессмысленный трёп。さっさと永遠の災難とやらを続けろよ。俺は千年でも一万年でも付き合う覚悟だぜ。よいよい、少しは戦う気力も戻ってきたようだな。そうでなければつまらない。ほら、対戦ゲームでもよくあるだろう。乱入したけど、相手があまりに弱くて拍子抜けで、わざと負けて最終ラウンドまで延長させて、最後に本気でフルボッコにすることとかってあるだろう。例えの意味がわかんねえよ。ワインと同じよ。よく熟成させねば輝かぬ。お前はそれに耐えられるワインだ。わらわがじっゆっくり熟成させてやる。そなたをわらわの優雅な時間を彩る最高の美酒に育て上げてやるぞ。だからこの程度で屈服などするな。わらわを引き続き否定してくれよ。何しろわらわはそなたが認めぬ限り儚き幻想に過ぎぬのだから。Что здесь надо будет сделать паузу.
Так, подожди. Да, думаю, здесь лучше сделать паузу. Да. Ух. Блин, это было довольно... Беатриче, то, что говорила с Батлером в финале этой серии, занимательно. Особенно то, как она это говорила. Ладно, заканчиваю.